まあ、ここまで若干劣勢ですからね、こういうセットプレーを大事にしたいですね。まあ、金沢マンツーマンで守ります。ニアサイドエディミでクリア。金沢ここ拾うのは末吉、スルーパス、フィールで落としたところ、エリア中、シュート打てるか、いったフェイク入れて右足狙った、決まった、ゴール。関戸先制ゴールはファジアの岡山、関戸のゴール。前半37分、このクールな関戸が今日も決めました。はい、まあ、シュートも非常にクールなシュートでしたね。そうですね、はい。まあ、上田選手ここワンツーで入ってきた段階で僕打つのかなと思ったんですけどね、ちょっとタイミングがずれて打てなくなって、でも冷静にね、横にいた関田選手のパスですよね。27節佐々木戦以来ですから2試合ぶりのゴール、今シーズン2得点目になります。うまくこうキーパーのブラインドになっているのを利用してね、落ち着いた非常に素晴らしいシュートですよね。いや、動けなかったですからね、キーパー、はい。